皆様、新年明けましておめでとうございます。どうも、同期アジャラです。というわけでね、今日は動画でございます。おい、懐かしい空間だな。なんかさ、昔から見てくれてる人はさ、この背景めちゃくちゃ懐かしいんじゃない？この私の和室。まあやはりね、新年はこの部屋でというわけでね、今日は去年のね、目標の振り返りとか、あとね、今年の目標とかね、その辺をね、ちょっと話していきたいと思っております。はい、では、去年の目標その1、登録者1万人ですね。はい、まあできてないね。まあ見ればわかると。そう、でもね、結構ね、現実的にはまあ1000人行きたいねって話したんだけど、まあ実はそれにも及ばず、現在ね、僕が今これを撮影してる時点では513人というわけでございます。いやでもね、今年はね、結構頑張りましたね。そう、500人超えたのは嬉しかったですね。いや、それこそ去年はね、大きいイベントがありましたよ。そう、なんと天海司さんの突町にね、行けるという、あんな大きい事態があってね、一気に伸ばさせていただいたんですが、今年はね、もちろんね、いろんなイベントに参加はしましたがね、そういうものすごくね、大きいイベントはなくともね、一人でここまで伸ばせたのはね、ちょっとやはりこれは成長なんじゃないかなと思っております。では2つ目の目標、企画を増やす、これですね。はい、できたっけ。怪しいですね。やばいですね。いや、そう。まあね、話していくと、まあ確かにね、今年、特に序盤の方はね、ちょっとだけね、耐久ギャグとかいろいろやってたと思うんですよ。そう。ただね、やはり後半の方からはね、そこまで企画ものはやらずにね、どちらかといえば、ね、企画に参加するという方が増えてきましたよね。それこそね、去年の振り返り的な感じで話すと、参加したイベントとしてはね、やっぱり大伐採ありましたよね。それこそこれが投稿されてる頃にはね、もう冬の大伐採は終わっているかと思いますが、去年のね、夏から始まりましたからね、大伐採は。あちらのイベントにね、参加できたのはね、僕の VTuber 人生でも大きいね、出来事でしたよ。本当にいっぱい友達も増えたからね。まさかね、2020年の1月1日の僕はね、ここまでね、いろんな友達と毎日話すようになるとはね、思いませんでしたよ。いや、本当にありがたいね。伐採のね、イベントも多分これからいっぱいやってくからね、ぜひお楽しみという感じでございます。それでは3つ目、動画の投稿を増やすと。うん、怪しいね。いや、こちらの方なんですが、こちらもね、2021年序盤の方はね、確かに結構動画出せたと思うんですよ。それこそね、マリオバスケの動画とか、トモコルの動画とか、いろいろ一時期頑張ってましたよね。そうなんですがね、ちょっとやはり長続きせず、またね、配信で結構ね、2021年はね、伸びたところがあったので、そちらにどんどんね、偏っていってしまったのもあってね、なかなかやっぱり動画をね、たくさん出すことはちょっとできませんでしたね。いや、非常に申し訳ない。時々ね、切り抜きとかは投稿してましたけどね。まあね、動画はね、これからもね、ちょこっとずつね、昔みたいな頻度ではちょっと出せないかもしれませんがね、ちょくちょく出していけたらなと思っております。まあ、そちらの方もね、2022年の方は頑張ろうとは思っております。まあね、動画の方は生温かい目で見守っていてください。はい、というわけでね、ここまで去年のね、目標の方をね、振り返っていったんですが、ここからはね、今年のね、目標をそれではね、言っていきたいと思います。目標その1。登録者数1万人。おいおい、もう3回目になっちゃったんだけど。おい、実現できずに3回目になっちゃったんだけど。まあね、やはりね、1万人という数字長いですよ。大変ですよ。やっぱりそう簡単なね、道だとは思っていませんでしたよ。これぐらいのことはね、まあデビューしたての頃から覚悟はしてましたよ。そう簡単に人気になるとは思っていなかった。実際ね、ちょこっとずつね、実際に伸びてはいますからね。完全に停滞状態ではないから、現在500人超えたしね。まあ、こんな感じで、これは去年も言いましたが、現実的に1000人とね、本当にね、1000人がね、見えてきましたからね。いや、本当に2022年こそは1000人ガチで行こう、ガチで。これは本当に夢物語じゃないから、マジで。本当にこれだけは500人来たからもう半分だよ。これはもういけるでしょ。今年中にね、収益化したいね、頑張って。ちょ、皆さんもね、ぜひ応援をよろしくお願いします。それでは2つ目、こちらも前回に引き続きね、動画投稿を増やす。まあね、ここまでね、実は去年とね、目標が同じなんですが、そう、これはね、動画のことについて思ってるのが、やっぱりね、僕最近生放送をしたいじゃないですか。なんでね、結構ね、Twitter で例えば僕を見かけてくれる方とかは、その僕の YouTube のチャンネルのね、URL 飛ぶと思うんですけど、やっぱね、よく聞く話でね、動画一覧を見た時に、やっぱり短い動画とかがないと何から見ていいのかわからないっていうね、そういう意見がやっぱよくあるんですよね。そう。
でね、それを踏まえた上でやっぱり僕のね動画一覧を見てみると、やっぱりね生放送のアーカイブが多いわけですよ。そうなんでね、ちょくちょくね、さっきも話したけど、ちょくちょくね、やっぱ動画を出せるようにね、したいんですよね。そう、それこそね、ちょっとずつ今撮影はね、進めようと思ってますから、この年末年始の方でも。ぜひね、そちらの方、今年ことはね、頑張っていきたいと思っております。それでは、三つ目の目標なんですが、和裁関連のね、企画をね、もっと増やしたいですね。まあ、ここもね、去年の目標と似通っていて、やっぱ企画を増やすっていうところになってしまうんですが、そう、特にね、今年はね、和裁関係でね、企画をもっとやっていきたいですね、ぜひ。そう、やっと出会えた和裁だからね。やっぱりね、僕の中の欲望として、今この和裁メンバー全員でね、もっとなんか人気になっていきたいなっていうのがあって、それこそ箱ですよね、そんな感じ。そんな感じでグループみたいになってるから、最近は本当に。どんどんね、僕もね、企画とかをやっていってね、和裁っていうこのブランドをね、高めていきたいんですよね。こう、広めていきたい。そういったね、欲望がね、現在出ております。ぜひね、そちらの方の企画も、ぜひお楽しみっていう感じです。というわけでね、今年のね、目標をとりあえず言ってきました。まあ、今年の目標としてはね、こんな感じですかね。今のところ、1月1日時点ではね、結構僕、気分屋さんだから、もしかしたら、変わっていきます、目標は。それこそね、去年は動画投稿、頑張れてる時はあまり動画増やさんかったしね。まあね、いろいろ紆余曲折あると思いますが、今年もね、精一杯頑張っていこうと思っておりますのでね、ぜひ、応援の方よろしくお願いします。というわけでね、本日の動画はね、ここらで終わろうかと思います。それでは、バイバイ。